ダビド・マテオスは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。ポジションは DF である。ザ・ストロンゲスト所属。幼少期、マテオスは、オルタレサにあるビジャロサというクラブに所属しており、1999年に、レアル・マドリードの下部組織に入団。2006から07シーズン、エッシハとの国王杯で、トップチームに初招集を受けた。2007年からは、レアル・マドリード・カスティジャでプレーし、 マヌエル・ペジェグリーニの指揮するトップチームに呼ばれたが出場機会はなかった。2010から11シーズン所属するディフェンダーの多くが負傷していたこともあり、ジョゼ・モーリーニョによってトップチームに昇格する。背番号はエルクレス CF へとレンタル移籍したロイストン・ドレンテが毎シーズンまでつけていた15番を与えられた。負傷者が復帰したことにより、 ベンチにすら召集されないこともあったが、2010年11月23日に行われた UEFA チャンピオンズリーググループステージのアヤックス戦で4から0でリードした81分にラッサーナディアンラとの交代でトップチームデビューを果たした。2011年1月、シーズン終了までのレンタル移籍でエックアテネ FC に加わりギリシャカップを勝ち取った。しかし、 レアル・マドリードは2011年夏に若手 DF のラファエル・バラーネを獲得。カスティージャの選手であるフアン・カルロスと共に、レアル・サラゴサへ、レンタル移籍した。2013年9月2日、フェレンツ・バーロシュ TC へ移籍した。2015年7月29日、オーランドシティ SC へ移籍した。2017年5月3日に契約満了に伴い、フリーエージェントになった。 2017年8月25日、レアルムルシアへ加入した。ありがとうございます。